さあいいですか、今日の見言ばを開きます。新約聖書のルカの福音書11章旧節より中3までを見ます。ルカは中1章の旧節より中3まで、声出してどうぞ。そこで、私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。 誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなたとの中に魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか、また卵を欲しがるのに、サソリを与える父親がいるだろうか、このようにあなたとは悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして、天の父は求める者に精霊を与えてくださる。 今も生きておられるシュナル神様エスが天下の人間にあたられた非道を罪から救い永遠なる命を与えられる唯一の神であろうと信じる信仰告白をしたことにより神の子になる資格を与えられた一人一人がここにおりますしかし 主の霊に導かれ主の見心,に通り見心通りに生きる信仰に立ってない部分ではいまだにサタンの縛りから解放されずにいろいろと苦しんでいる部分がたくさんありますそして皆を呼びながらもあえいでいて苦しんでいて助けを求める叫び声が 世界中で起こりつつあります。主の皆を呼びながらも、主の栄光に包まれ、生きる神と共に生きる信仰の強さと誇りを味わうことすらできないまま生きるクルちゃんたちがたくさんおります。今日の真理の言葉、約束された言葉によって、必ず勝利に至る。 必ず全ての内側の信仰を学び取ることができますように、一人一人を最後まで助けてください。主イエスの皆によってお祈りいたします。アーメンアレーハレルヤ。ハレルヤは何ですかあなたの神を賛美しよう。 あなたの神を賛美せよと言ってるのは何もされない神何もいただけない神なら賛美することはないでしょう神が神として世にはない不思議な力を持って我々を助けてくださる何かがあるからその方に感謝すべきだし讃えるべきな主の皆を 信仰によって呼ぶことになるということは本当はもう全てに打ちがつこれも永遠に処理することを前提としての話になる,になるべきな。うん、でも主の皆を呼びながらも相変わらずいろんな意味でいろんなことによって苦しみをから離れることはできない人々がたくさんおります。 そして愛、愛語や叫び声ばかり上げながら疲れた顔をしている人がたくさんおります。最近の私は、携帯のメールを確認するのは怖い。着信メールがあって、 開けるとそこに親睦し、早く助けてください。早くく助けてください随分前から、こういうことで、心痛めながら、悲しみらたくさん祈りました。主よ、塔を助ければいいですか お金を助ければいいですか？主が許せば何でもいたします。指示してください。主が支持してくだされば、何でもそのところにしますから。一言支持してください。しもべが勝手には動けませんから。夜も昼も寝る前にも。必ず示してください。示してくだされば何でもします。 どこにも行きます祈りに祈っても祈りに祈っても彼らが求めてくるような形での助けをするように,ようには主が一言も語らないおっしゃらない黙っておられるの。そして祈りに祈れば何を思い起こしてくださるのか ピリポの手紙4の9節に、パウロはピリポの信者たちに言います。あなた方は私に学んだこと、パウロに学んだこと、パウロから聞いたこと、パウロは何をやってるか見たことなどをあなたともチックをしなさい。そうすれば平和の神があなた方とも共にしておされる。 こういう言葉で親睦師よ、あなたが神の下部と呼ばれて、今までどういう道をたどってきたのか、どういう訓練を受けたのか、どういうぽっかいをしてきたのか、神から君が学んだこと、実行して勝利を得たことを、あなたに求める人々にもその通りに伝えればいいじゃないのか。 彼らが助けることばかりその時のに助けたらこれは人事応援的になってしまい彼らが自療ができなくなるんだ神に求めず人に求めるレベルに転落してしまうんだ君がか神から何を学んだかを その通りに伝えれば、彼らもその通りに実行すれば、神から与えられるものによって、誰もかもが勝利できれないか。教会の初めごろ、多くの患者さんが言いました、病院で諦めた病気、医学では癒せない病気、一発で祈ってあげれば。 癒してあげればその場で涙を流しながらもう主のために行きます何ヶ月も経ったのうちにみんな消え去るのそれが一人二人じゃなかった最近皆さんがき見ている北川さんだってそうでたでしょあなたが機械を立てて祈れば主は必ず癒しておさんだただ 癒された時に心変わりしたら今度はないよとそれを2度も3度も私は横浜の私立病院で彼女の目の前ではっきりと断たの今あなたが癒してくだされば主の身心に従って陸の思いを砕いて神に聞きた方を信仰生活すると機会を立ててくれるんだったら癒してあげると しかし問題は主はあなたの誓いを認められ癒してあげるんだけどこれは約束だから間違いないんだけどあなたがその後心変わったらもう今度は終わりだよ。この3度私は確かめた3度。そしたら涙ボロボロ投人ひ癒してさ命がないから死ぬと言われたから。教員から言われたら家に帰って死ぬ準備をしなさい。 だから命、肉の命を得たいと思うから、涙流したから、癒してさえくださればもう何でもします。問題は,その時は本気だ、その時は本気だったけど、癒されて6ヶ月したら、進学を入って、皆さん見たでしょう、6ヶ月ぐらいしたら、心が揺れ始め、乱れ始め、8ヶ月ぐらいになった時にはもう教会来なくなった。その後3ヶ月で死んだった。意味分かりますか 神は真実に約束を守るの。神の約束に頼れば奇跡が伴うの。8月14日にも皆さんは奇跡を目の前で見たでしょ。台風が逃げて暗,暗い中でしゃぶりの雨が降ってたのが真ん中から雲が割られて光が出たじゃないの。パプテスも遮ってたじゃないの。その時だけ涙ボロボロ泣したら。 主は生きておられる一週間だったら教会に顔は見えないパプテスマを受けた意味がないでしょう主は正しく我々が信仰を持って従うと天皇の力で何だって助けて下さるの牧師に人に助けを求めてなくて神に助けを求めるべきなの本人は信仰なくても牧師が祈ってくれれば何とか。 だたらかわいそうだったからたくさん祈ってあげたのほとんど癒される逆に風邪のような簡単な病気は癒されないなんでそれはもう薬飲んでも治るからでもがんだとかこういうふうに難しい病院では難しい病気は一緒が癒してからよく一回二回祈ってあげたら癒されるあるいは腰が腰の骨が これぐらい太い背骨がこれぐらい細くなった人も教員でも諦めた人祈ってあげて治って今生きてるじゃない。でも治ったら教会来ないじゃない、教会来ない。だから自分の信仰を持とうとしないで自分の信仰で神から何かいただく信仰に立とうとしないで一方的に助けばっかり求めてくる人を助けたのは全部無駄になった。 無駄になったのだからある視点から私は皆さん自分の病気は自分で祈ってこういうふうにして自分で祈って癒してもらいなさいポキシにまで持ってくることはありませんよ病気が治るのは問題じゃなくてあなたの信仰が成長して神と共に神によって生きる信仰に立つのが大事だとハレルアだから最近は 私が祈ってあげるからこんなことあんまりしないの。それは余計なお世話だよ。皆さんで自分の祈りで自分で求めても癒してもらえるの。私の神だけあって皆さんの神でもありますから。供給やし金、銭的な問題を助けてあげるのがこれは助けじゃないの、それは。それはその時だけで終わるの。期間だったらま,んなまた同じ苦しみが繰り返されるだけなの。 雨できます根本的に時間が経った時に世に試練が襲っても観難が襲っても荒れの,のような草一本も生えてない環境に投げ込まれてもそこから神によって立ち直りはできるこういう信仰を教えることが大事なんだと主が今まで私をそう導いてございましたですから もう最近顔も見てない遠い国からいろんな牧師たちがケビンにももうメール読むのが忙しいって返事するのが忙しいって選手は言いました彼がボクシこういうことを求めてくるんだけど何と答えればいいですかだからもうこれ以上待つことはできないから今日縛り説教します今日の説教信仰によって聞いて自分のものにすれば皆がそれぞれ自分の信仰によって このように打ち勝ち神からいろいろと満たしてもらう信仰に立つことができるんだ。神は生きておられ、働いておられますから、はい。イエスの皆を信じると言いながらもいろいろ困ったことに投げいている人々は大体自分の信仰は立たそうとしない。神を頼えられて人を頼るとするから問題解決ができないの。 今日はその辺においてまとめて話をしますからよく聞いてこれから個人個人がポキシのようにいやポキシ以上に強くなるべきだよ。アーメンできます。人が抱えているすべての問題は復活の主イエスに比べれば何でもないの。イエス様は死んで3日もたって内でも脳みそもホ当は3日たちと腐るの。 腐りかけてたとえ命が戻っても使えないものになる。なのにイエス様は見事復活しましたからその全てに打ち勝ちまして病気治るぐらいの問題じゃないの。死というものを砕いて出てきましたよ。それで二度と死を見ないで天に昇りまして今も信じる者どもと共に働きを約束どおりに続けておられる神様なんです。 この方が皆さんの唯一の神であろうと永遠なる命のお父さんであると信じる人だけ、坊主をアーメンとお記者様に思い切らせて、信仰だけは何があっても、騙されても、奪い取られても、動いても揺れてもなりませんよ。晴れるやアメン。何かあるから私は都合悪いから行けませんとか、できませんとか、それはノンクリシャンたちのいい草であるべきだ。 クリシャンたちの口にはマイナス否定的な言葉が出ちゃなりませんよ。そんな言葉は真似もしてはならないと終烈が警戒します。アーメンですか。それでは、今日心心開いてくださいよ。信仰を持って受け付けて、私の経験を通して、皆さんは間接的に経験することにて、 40年かかるのを4年で突破する。4年かかるのを4か月で。4か月かかるのを4日で。4日かかるのを4時間で。4時間かかるのをこの礼拝1時間で突破する信仰。持てば損しますかそういう信仰を持てば誰が得しますか牧師ですか自身ですか自分自身でしょうハレルヤー。 ハレルヤは何ですかあなたの神を讃えよう。なんでこういうふうに生きてくださるから、こういうふうに生きて働いてくださるからよ、た,たえるべきでしょう。これがハレルヤなの。実際に意味が分かって信仰によってハレルヤができる人は怖いものないの。怖いものはないんですよ、ように。そういう神を求めないからいろいろ、ううん、先生、いや私はどうのこの。じゃあ 私はしもべと呼ばれてもう進学校を考えている時点である人に誘われたんですよ。韓国のあるカンガルーという進学は有名なそこの進学に私が入ってくれれば毎月200万ウォン20万円の奨学金を卒業するまで 与えるいや、率直にして開拓をして、例えば開拓をするなら地、開拓して教会が地立するまでも支援する。こういうおいしい話が来ました。だからまず、韓国に来なさいと。で、その紹介するうにそう呼ばれて、韓国に行きましたら、もう行く前に、 例の人から200万円、20万円をいただいて、半分は勝手に自分のポケットに入れて、10万円を布団に入れて、私に渡して、これ、親のところへ行って、親に小遣いあげなさいと。これ、味見だった味見。で、その進学に入れば、このように毎月くれるって、奨学金を。私はもう何も知らないとき、右も左も知らない、しもべて言われた当時の話だから。 ああいいな神様を奨学金まで与えてもう自立するまで奨学金くれるって10万円いただいて手首親のところでて親に小遣いあげて帰ってきました、はあ、ねえまだまだ愚かだったのその親に封筒をとあげたらいろいろ封筒から足してあげたならば封筒を小祝いに入れて東京に帰ればよかったの。 封筒はカバンの中にしまったまま東京に帰ってきてうちの女房にそれがばれたの「おいあんたこれがなんだ金はどこに近ってなんで封筒ばかりやるのちょっと後ろのあの顔見てあげなさいよ今は天使よりも、うんぶざ気な顔になってんだが、まあ、あの当時はすごい怖かったのもっと」。 あなた、白状しろこの金どこに使ったので、その金を受け取ったし体から親に渡した一部市場を説明したら、さらに怒って、今ひどからそんな金を受け取る時なのかあなた。私はこう言っても皆さんは全然怖がらないね。私はすごく怖かったの。 しもべと呼ばれたならば訓練に入って神によって信仰にて生きることを学び取って身につけて今度は勝利するしもべになるべきなのに奨学金なんか頂い,いてそれも主のためで親のために使って半分は相手に奪われあなた今何やってるのこの金が神からののサタンからの誘惑なの何でも受け取ればいいのですか あ,ね、えあの女がそれだけ怖かったら初めから結婚も考えなかったでなほ本当に鬼よりも怖かった俺はもう鬼は怖くないでしょあこれはイエスの目で出てけと言えばもう出てくからでもこれはイエスの目で出てけとお前の中のも出てけん客に返してくるから イエスの皆が通用できない怖い女方。ああ何も知らなくて受け取った金がサタンにまんまと騙される誘惑の奨学金であることをまあ何も知りませんでしたよ。全部投げてこの世を神に従うために神学校に入って奨学金いただければ最高じゃないかと思ったのに私は実は 大学院までは奨学金で勉強したからそれ学生には奨学金ってすごいもんだとこれ誇らしいもんだと思ってたのに逆に進学校に入るために奨学金くれるという話がこれは悪例の惑わしになる下辺の訓練を妨害するとなるとは考えてもなかったのにあの怖い女の口からつばり聞いてそういう話を聞いたらねもう判断の基準が崩れてしまった。 判断の基準が崩れてしまったの新学生たちに奨学金は禁物ですよこの間もある、うん、新学者から聞いたのああ、うちの何,何では新学では新学生も全額奨学金を与えた何新学生に全額奨学金を与えてるの自慢してるの新学生は神の下辺として育てられるべきなのにこの世の基準で育てている だから進学終わっても自立ができない。だからもうなん93年の3年か4年の話だ。十四年の話だから今からちょうど28、9年前の話なの。その時にあの怖い人はもう分かってましたよ。もべの道がどんなものであるか。 私は一からの出発でああそしてすごい反面は理解できない部分では悔しい気持ちもあるしああこの女がたまってくれれば4年間20万円ずついただきながらちゃんとできるのにとこういう思いもあるしなぜこれがいけないのかまだはっきり分かんないからしかしあの女はもう本当に高部社員になって私を子供扱いしてんだよ。 何にも分かってないあなたが何でも受け取っていいのかとこういう態度で言ってるからしかし後からそれが分かるようになったの「はあはあ、神によって生きること何かあれば惜しまず与えてくださる命も権威も力もお金も健康も幸せもすべてを」 正しい信仰によって求めれば、貸すことがあっても借りることはないように、貸しらになることがあっても、王になることはないように、出ていても祝福が、入ってきても祝福が備えられる約束が、神明基二十八章にあるのに。神の御言葉とその義を優先的に求めれば、私たちが求めて必要としているすべての必要が、ご存知である神が、 考えてちゃんと満たしてくださる約束が、またい6章の31から33節にあるのに、正しい信仰を作ろうとはしないで、必要なことばっかり求める信仰にとどまっているこの信仰が、果たして、罪ェミから離れたクリスチャンなのか、ノンクリスチャンのまま、イエスの皆を変えて、必要なものばっかり物乞いしている物乞いのレベルなのか。 ということを考えればな。らないあれでやそういう訓練を通って、そういう余計な信仰が成長しないのに、余計なところでいろいろと助ければ、その人の手足を機能と一緒だよ。自分で立ち上がって、自分の手足で頑張るべきなのに、自分はたまっていて、人の助けばかり求めて、これ何これこうなったら、ペットに横になっていながら、 注入職ばかりいただく人と何が違うの分かりますか自分の手足で働いて自分で稼いで自分で生計を立てていくのこれは当然でしょ礼儀的にも一緒なの最近本当に困ってるからもう困ってるのが分かるから助けたいという気持ちがあって祈ったら主がいつもこういうふうにそんなの助けてあればその時だけでしょう その人が強くなって何があっても神によって満たされる信仰を伝えるべきだ。ハレルヤアメン。いろいろ訓練を通りながら、ふかれてふかれてひくなりながらも神の身心ばっかり頂上するように単純に求めてきた。そしたら、まだ進学校が終わってないのに、まだ伝道してあり進学校が2年も残ってるのに、 教会作れと言われたら、ね、い,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 いきなり新学校4年学期も終わってないのに理年も残ってるのに伝道資になったばかりなのに教会開拓しなさいと言われた、ね、その時金が2万円しかなかった、ね、2万円2万円しかないのに教会作れと言われて主の例の声を聞いて教会作って2万円で始めて今まで来ながら ホームレスを150万人以上食べさせてきながら。祈ったらひたすら祈ったら横田記事を主が開いておかてよかって。横た記事を開いてくださる前は金がチェンジないから2万円で出発して金がない。献金する人もないからもう夜も昼も働いてお金稼いでお米があっておみそ汁があってホームレスを伝道しながら祈りに乗って祈りに乗ったらやっと開かれたのが ちゃん、その時に人に助けを求めなかったのひたすら天に向かって祈りながら週3日断食しながら自分にできることは最善を尽くそうと思ってうちの家族は本当によそ見しないで集中しました主が下さないと自分たちで金稼いでそれも精一杯 そして祈り続けたらでもその時人にうち困ったからちょっとお金助けてくれと言ってない神がどう働くかついには神が働くはずだから継続して祈りましたら横たき地の扉を開いてそれから二トントラクでいろんなものがうちに与えられるようになって当時のピーター伝道師は うわあ、天の扉がとうとう開きましたねと叫んだんです。もし、神に頼らず、求めず、人の助け、支援ばかり求めてならば、あれは今まで開くことがなかったですあの横田基地が開かれた時にも、初め行ったら、何でも信仰によって人が働くから、初め行ったら、きれいなものをまた、ゴみ箱をあたり、 大きなコミステバにあ,あそこ行けば何か拾えるものがあるかもしれないとこう言われてよ。でも祈った結果だからうちはかっかりしないでコミ箱から漁ってきたの。それは2ヶ月3ヶ月だったらもうここはいいですよ、中に入ってください。これ全部こういうのは信仰の成長とと,ともに主の導きが変わるんですよ。そして次にはきれいな箱も飽きたないものまでいただいてくるようになり。いろいろチェンをやっても。 もし信仰がなければ、祈り求めて、その結果導かれて、今こうやるんだという信仰がなければ、ゴミ箱を入れていきと言われて、何言ってるんだ、怒って帰ったならば、あれ終わりです、それ。もうそれで終わりでしょ。うこれは信仰に適応で、肉の判断で生きる人なの。そうなれば。だから祈りの結果が来たから、何か訳があるでしょ。うゴミ箱をあさりながらの訳があるでしょうと思ったら、それ訳があったの。ここまでやっても従うのか。 ここまでやってもホームレスを食べさせるめに君らはシりリックだって込み合わせる超惨めな仕事をさせられても喜んで信仰されて諦めてやるのかを人は見てからきれいなところに導いたんですよ。全部信仰なのこれが途中でやめたらば何もないの何も。アーメンですか当時私たちは考えました。まずは祈った結果開かれたもんだから。 主はきっとこれも主の導きだからと思って何でも喜んでやりましたよ。しかしそれはそれで終わらないのそれは通り道なの訓練だからよ。それは通ったら今度は私がいちいち行かなくても自分たちが持ってきましたね。今も月一遍自分たちがうちの貴重なお米や何油やまた皆さんがよく食べ今は食べない飽きて。 スパムなんかあれ高いのにもう食べもしない今はスパム焼いて足しておけばもうみんな触らん <laughs> 素通り素通り最初スパムが出た時はもうい戸高くはもうこれぐらいにいっぱいもう <laughs> 今はもう帰り見もしない帰り見も飽きるほど食べて飽きるほど今まで22年たちまでうん ?22 年たちまで ハレルや。ヤ東京に横浜にこの日本に雨や季節ごと雨があるでしょここは台風があるし小月にも春にも雨があるし寒いだれ梅雨しぐれ年がら年上それじゃ台風まで来て 年がら年中雨がしょっちゅう降ってるこの国でうちは年がら年中外で公園で電動してるだからしょっちゅう雨や台風に襲われる恐れのある国だからうちはその分だけめげずに雨の時や台風の時はキャンセルじゃなくてもっと祈って突破しよう主の奇跡を今まで過剰など見てきたじゃない環境が悪ければうちはやめるんじゃなくて諦めんじゃなくて もっと強く祈るともっと強い神を体験するようになって明かしができる奇跡を明かせるようになる信仰は強くなるの何かあればひるむんじゃなくて何かあればもっと強くなるのだから日本のアフレダチがもう私には負けたからナエンボクシの夢に現れてお前のお,お父様は国へ帰っちまえ <laughs> 日本人のアフレダチに迷惑してんだ 何があってもどんなに攻撃しても諦めないからよどんなに攻撃しても諦めないでバンバンやってるから日本人にはじゃあ言日本人の悪霊に迷惑してるって帰れない悪,悪霊の世界では俺有名だよ皆さんは真理を喜んでくれなくても悪霊の世界では俺は認められてるんだよ辛抱したけ韓国に戻せばいいのにあいつは帰れないんだよと。 意味が分かりました意味がじゃあ津波が来た時に多くの選挙者たちが逃げたの教会を置いて逃げたりうちは津波からもっと一し新しくなり津波からまだ新しい世界が開かれましたこの間コロナ通りながら教会が無数に韓国では一万古千個ぐらい潰れる中でうちはコロナ通りながらもっと確信を持ってもう自信満々になりました そしてコロナ終わった後に私の口からたくさんしゃべった言葉は何ですか日本はこれ以上支援を、福音を支援をいただく霊的な不持ちじゃない。日本から発する福音が模範になって世界中を変えていくんだよ。流れが変わりました、逆に。日本はかわいそうな国じゃない。日本がモデルになる、これから。 神を信じるならばこのように信じて神を信じて勝利するならばこのように日本で勝利したからこのようにやればあんたとも勝利できるとそう語ってから去年から今年初めから警備に聞いてみてもあの人忙しくなってるのメールを応答するだけでも忙しくて仕事ができないぐらいだって早く東京 MC 新睦市早く来て助けてください 私は神だ私は主じゃないの。私は主のしもべだから、主の指示が、命令がなくて何もできない。その主がおっしゃいましたよ。助けを、EMC に助けを求める人々に、そういう教会や牧師に、君が今まで学んできたことをそのまま伝えなさい。そうすれば彼らも人の助けをで、神の助けによって必ず勝利できるから。アーメンですか ビンはこれを隠さないでそのまま訳して流してほしい。アーメンです。主の命令だから。ハルリア。EMC は神じゃないの。神は聖霊によって働いています。今日聖書な何と訳すイエス様が何と説教してますか あなたとはいろいろ求めなさいよ、そうすれば与えるんだと、探せば見つかるんだと、門を叩けば開くんだ。しかし、求めるすべての行為に、すべての必要に、すべてのあなた方が欲しがっている望みに、そのまま答えるすべてよりも、せ霊れを神様があなた方に与えるのが最高の答えだ。雨です 聖霊によって生きる信仰を教えるのが最高の助けだ。今、あ、ここ痛いです。祈ってください。癒してください。自分の信仰はなく、癒してあげれば、しばらくだけ喜んで、あとは忘れるの。で信仰のレベルはそのままなの。痛い時には罪を悔やったて,て、聖霊様が癒してくださるように、あなたが祈りなさい。 そうすれば主が、神の霊が癒してくだされば、奇跡が伴うぞ。病院で諦められても、神にはできるから。これを教えて、一人一人が不信仰を悔やためて、個人で、イエス様、私の不信仰かたくなな心を砕いてください。悔やたまます、許してください。 信仰によってて求めますからこのがんを癒してください上野公園に昨日おととい金曜日説教が終わったらある方がなんか薬を抱えて私の前に来ました「先生何で来たの?」って言ったら教員からいただいた診断書を見せてたかしという人だけど膀胱がんにかかってる。 昨おととい説教を聞きながらも考えが癒やされる末期ががそういう証をしたら先生今5年目ですここに5年ぶりに来ました5年間何をやってたのかって言ったら髪を差し出されたのを見たら何膀胱がんだ何イエスの皆を信じると言いながらも自分勝手に生きて5年だったら膀胱が持ってきたの 私が祈って癒してあげるのは意味がないんだよ。主の皆を呼びながらも自分勝手に生きた日々の罪を心引き裂いて悔い改ためればそれで精霊の働きを求めれば奉公がなどは簡単だよ神様には。今日昨日土曜日に来て勉強して日曜日に礼拝捧げてちゃんと頑張ろうこれからでも。と言ったら昨日は何かちょこがってくれないってな 通行があって来れないってよ、管にかかってからも、話ができないじゃ話ができない。管にまでかかなならば、神様にすがりつくべきだないの神に来るより、神の前に来て、罪を下って、病気を癒してもらって、救いを与えてもらうより、大事な他がまたあるの。だからだめなだからだめなの。だから昨日はまだ来なかったの 勉強もしないでどう分かるの正しい信仰が。勝利が分かるのか、勉強しないと。来なくても土曜日はあっちゃみじゃないけど、勉強しないと分からないから来て勉強すべきだと言ったんだけど、昨日来なかったよ。他にもっと大事なことがあるといつも思うから、神からは一歩離れていけるの。だからいろんな問題が起きるときには神は責任通れないの。悟った人はだけ、あメンと口でせ様に送ります。 神は天能の力を持っているの。よう人の病気を癒すぐらいじゃなくて、よう作り人を作った力を持ってるの。アミですメトヨタの車が故障すると、トヨタの、うん、修理所に持っていけば癒してもらえるの。修理してもらえるの。作ったところに持っていけば。 故障ししたところを簡単に理てもらえるのそうすらためった車がまた正常に働くんですよ動くんです法則は一緒なのに法則は人は親によって生まれてくる存在はなくて神によって作られてあと親によって分けられる存在の親の遺伝子が分けられるのが生まれてくることなの 分けられるじゃあ最初あったものは分ける前に最初あったものは神が作ったもんですよ。信じますかアダムとエバーは神が作ったもんなの。2人から今我々は分けてもらってるんですよ。ならば作り主はお一人。皆の神はお一人なの。ひお,おじさんの神もイエス様。おじいさんの神もイエス様。お父さんの神もイエス様。 지분노 감이모 예삼아 지분노 고동으로 감이모 예사마. 지분노 마고노 감이모 예삼아 지분노 히마구모 감이모 예삼아 시돈 다리다마데 감이와 예사은다케난そうじゃありませんか? 아멘. それ 절례가 고진되기니 감이삼아이 다다시고 못하면 해 봐. 히토노 타스케오 도사나이데. 직간이 감이사마까라 직간이다케노 직간이. 할렐루야. 日本はもう正しい福音を世界中に輸出するように流れが変わったこと、これが我々が今まで求めてきた結果だよと、認める人は、アーメンタおシャーマンを送って、皆さんは人から助けを求める人なって、皆さんが人に助けを求めるそんな弱さから離れてよ、人を助けてあげる人になるべきだ。 勝つことあはても借りることはあったらいけないの。アーメンですよ。シュイエスが死んで復活しシュイエスが肉体でこの世に来ていろいろ苦労された理由は、貧しくなったり、無ちを打たれたりした理由は、我々を狂気から癒すため、貧困から豊かに祝福するため、呪いから救って神の子にするためなの。それを無駄にしているのが不信仰ですよ。 主の皆を呼びながらも主に求めないで人に求めるから、主にとことまで頼らないで人に頼るからよ。少し祈ってから、誰が、少し祈ってからか、涙流しながら祈ってから、誰が助けてくれるのか、助けてくれそうな顔を見つけて、助けてくれと。これは不信仰なの。だいつもこういうこと起きるの、それは。なんで信仰じゃないからよ。神に助けを求めたならば、 神がどんな人をどうしてあるいはどんな形で自分を助けてくれるかを待ってそれがあるまでずっと求めるべきなのちょっと祈って人にすがりつくんではありませんよ意味は分かりました人に助けを求める生活をやめないとずっと繰り返されるのが悪循環いつまでも助けを求めたらいけない神に助けを求めたらどうなる 考えてもなかったところで助けが与えられる。イスラ民族があれので叫び出したら助ける人がないところで天から食べ物が降ってきたの岩から水が湧いてきたのイスラエルに3年の間、雨が降らず寒天の中で皆が飢え死にしそうになったときに 食べ物がなくなったら神様が神の下部エリアにカラスにイメージで食べ物を運ばせてカラスがエリアを食べさせたのえ鳥のカラスが神の下部を食べさせて食べるた運ば食べ物を運んでいたのどうしてこんなことが起きるのか神の働きだから神の働きは助けは どこから来るか自分で測定しちゃならないのどこから来るかわからないただ求めればいい神から神の方法で助けが来るまで求めるべきなの自分の頭でこの人が助けてくれるだろうと自分の頭で考えて求めればダメなのこれは人を頼るろとなアーメです祈りに祈って祈りに祈って祈りに祈って神様が小さに働いてくださるまで祈ると助けはもちろん 自分の信仰は強くなる、強くなります。はい、ハレルヤ、はい、信じますか、はい、ヤコブが全てを失うところで、野木の川のほとりで一晩ず、 天使に打たれて、股関節が、股関節が、は、うん、外れて、もう歩けなくなるふうに、ようになっても、神にだけ求めたの。そしたら神様が、よし、分かった。神が祝福してくださらまでは話しませんと、天使に説かれていて、 祈り続けたら天使が股関節を打ってしまったのもう話せよそれでも話さなかったな神が降参したの分かったあなたはもうヤコボじゃないイスラエルだイスラエルだと名前を書いてくだったの運命を書いてくだったのそのイスラエルとは何ですか中二部族の一つの民族の頭になる祝福です ハレル神にあるものを求めたら中二部族の頭になる名前に変えられ朝になったら妻子家畜もろともほとんど諦めてたのこっそり戻ってきたの物の移動も全部神の権限なのお金の流れも神の権限ですよアーメンです ソロモンが夢の中で神の御心にふさわしく民を率いる知恵を求めたら、求めなかった栄光をまれ、富の祝国まで神様が神が彼の必要を考えて満たしておったの。求めたもんじゃないこれは知恵ばっかり求めたのに、求めなかった金銭的な祝国まで神様が加えてくださったの。 これはマタイ6の33節の約束の父へんじゃありませんかハレルヤ。自分の神性に問題があるのは神との関係に問題があることなの。それを悔や改めて解決すれば神が働くの。神が働けばその時だけの助けじゃなくて根本的に助けとなるの。根本的に解決できるアメン。なんと素晴らしい祝福なんですか だから EMC はこれから見れば分かるでしょう。どんどんこれから結果が出るの。どんな結果が出る神の見心ばかり優先的に求めてきて、人に求めて人を頼らなかった結果がどうなるかをこれから神様が保証するようになるの。ただ、どんどんこれから広がり、どんどん満たされ、どんどん強くなり、本当に聖書が本当だなということが我々がによって確認できるようになるの。 なんでそうやってきましたからよ人に頼らず神に認められた分だけ神からいただく信仰に立てたからあとは神様あとは神の手番なのうちは最善を尽くせばいいあとは神様が働く神の手番なのそれが楽しみだ隣に楽しみに,に,に,にお楽しみにに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 に これから神がどうはだか、お楽しみに。ハルヤ。こういうことを冗談でしゃべるんだろう、結果が出るから、実際に。ああ、です期間が経ったときには結果が出るときに、出るときに、今日、神木者が言ったことがあ本当だと言えば、皆さんが。どうなるその通りにすればいい ああ、親社者は言ったら全部外れたとなれば、たまって逃げればいいの。<laughs> 意味がわた意味が。なあ、斜めで見てるの斜めじゃない <laughs> ハレルヤ主を賛美すべき理由はここにあり。世界中がこんな中に入っても、うちはさらに強くなる、さらにこう。 夜を昼のように走ると主が、みどめたの。EMC は夜を昼のように走ると、走り続けると主が、見せてくだったの。見せてくださったならば、認められたとことの。認められたならば、主からの、見返りがあるはずはの見返りがそれが何か、EMC が学びとった福音をパウロのように広げるべきだ。 見た通り聞いた通り学んだ通りをあなたとも実行すればあなたともこのようになるんだこれがこれからの楽しみこれがこれからの楽しみなの必ずそうなりますからよこういう信仰を投げなければ必ず実現しますからそこの主人公そこの主人公こういう話を経験して 赤こういう力と祝福を受けて神から、この実際に証明する証し人となるために、皆さんが各自から EMC に集められつつあることを認める人だけ、生ける神に、働かれる神に、アーメント・アクションを心より思い切り捧げて、<laughs> 何があっても勝利できる信仰、このようにこれから、主がこの間見せてたの、何を 困ってるから泣いてるからそれをその日に助けてあげればこれからの次第にその人が倒れてくる。アミスだからこれからの次第に個人個人が教会が全部しっかりと立って倒れずに最後までイエス様の来られるまで景気に預かるまでしっかりと信仰守っていくためには個人個人が教会こと全部自立ができるように。 自分の信仰で立ち上がれてきるようにこういうメッセージを教えるべきだ。先週、主が見せてだい。だから今週は分かりました。この日曜日には必ずこのメッセージを伝えさせてもらいますと神様に祈り続けたら、いろいろ主が教えた。こういうことも伝えるんだ、伝えるんだ。ハレルヤ。ユダヤ人の口で伝える口で伝える。 立法といわれる古伝立法といわれるタルムードというのタルムードという古伝立法がありますユダヤ人にはそこには、えー、魚を求める人に魚をあげるのが助けじゃない魚を取る方法を教えるのが助けだこういう話があります聖書がずばり聖書がそういうことを教えてるの。 うん、困ってるから当然何かを困ってるから助けてあげればその時はお互いに喜ぶんだけど霊的にはつまずいてしまう進歩がないの雨ですお腹すいてペクペクな人に魚をあげれば喜ばれるでしょうしかしそれで終わってしまうの毎回助けないとその人は自立できないの魚を取る方法を教えれば 困った時には自分で魚を取って食べれるのいくらでも人に助けなんか求めなくて惨めにななくていいの自分で生きて生きるなるの自分の人生の問題は病気をはじめとして貧困をはじめとしてさまざまなトラブルを自分の信仰で神様によって全部きれいにきれいに根本的に解決していくことができるそういう信仰を教えるべきだ EMC がやったことをそのまま教えればいいんだ アーメンできますか、はい、大抵の場合に先生の祈りは強く自分はまだ祈りが強くないからもちろんそれはあります強くないからといっていつまでも人を頼いてばかりあるとあなたはいつまでもそんなもんなん強くないことが分かっているならば一晩中頑張ればいいじゃないか、はい、疑いを捨てて確信を持って求めればいいじゃないか味、はい、をしっかりとやってみればいいじゃないか、はい、そうすればいく日もたたのうちに自分の祈りも 天に届くようになるんです。疑いすらなければ、主が答えてはみやアアメンできますか何年も訓練を止まないとためという基準は聖書にはないの。分かりました、話が。イエス様の十二弟子は三年半かかってもつまざいたのに、パウロはただの三日で福音伝道者になったの。意味は見えません 中二弟子は3年イエス様にたしかし、パウロは3日で福音伝道者に変身したんです。アーメンできます信仰したいなの信仰したい。信仰歴は関係ないと聖書は言っているの。アレルヤ。イスラム民族は40年奇跡の中を生きて倒れたんですよ。 5分の4が。ほとんどが倒れたの40年の奇跡見た意味がないじゃないの人パウロは3日目で福音伝道者になりましたよそのパウロが言いました私にパウロに学んだ通りあんたともちっこしなさいこれが神牧師に手段で 与えた言葉なの。EMC に助けを求めている人々、EMC がどのようにしてここまで来たのか、学んでその通りに実行しなさい。そうすればあなたも EMC のようになります。いや、EMC 以上にもなれます。ハルヤ。ヤメアーメンですかパウロが伝えたのは、パウロじゃない。パウロの覚悟じゃない。それは捨でました。イエスに対する正しい教えでした。 私が伝えたのは私が勉強した教えじゃない、シュイエスの福音です。どうすれば勝利できるか、こうすれば勝利できると、今までやってきたことを伝えてきました。それを実行すれば皆さんも、皆さんの教会も皆さん個人も必ず勝利できます。皆さんの神は神睦じゃなくて、シュイエスです。シュイエスが皆さんの神様です。 主イエスが皆さんの人生を保証される神様です。信じる人はアーメタを最後に送って終わり。イエスを3回呼んでおります。じゃあ、役を改めて、祈れば奇跡はいつも伴います。イエス3回イエスよ